第 27SS 義勇敵団兵士団ランゲマルクは、第2次世界大戦中のナチスドイツ武装新兵隊の、士団。1944年秋に、第 6SS 義勇突撃旅団、ランゲマルクが、士団へと昇格して誕生し、1945年2月から、東部戦線で戦った。士団の原点である、義勇部隊。 フランダーンは1941年に創設され、東部戦線のレニングラード戦線に従軍し、1943年に、解体、再編成を経て旅団へと昇格した。SS、ベストラント連隊や SS 義務部隊、フランダーンへの入隊を呼びかけるポスター、白抜き文字は、縦ヨフラマン人1939年、ドイツ国防軍の電撃戦による、 ポーランド侵攻が成功すると、当時の西ヨーロッパ諸国における各種ファシスト政党、新独団体の有力者たちは、ドイツこそが、ボルシェビキ問題を解決する存在であるとみなした。また、新英体全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーは、自分の支配組織である、新英体に、いわゆるゲルマン民族に該当する、外国籍の兵士を入隊させることを計画していた。 そのため、1940年に、ドイツ国防軍が、北欧侵攻と、西方戦役を完遂すると、ヒムラーは、相当アドルフ・ヒトラーの許可を得て、SS 本部長のゴットロープ・ベルガーと共に、計画の実行に踏み切り、北欧、西欧諸国出身のゲルマン系兵士を、武装死に英隊に入隊させ始めた。これを受けた北欧、西欧諸国の各種ファシスト政党、 新独団体の有力者たちは、それぞれの国における義勇兵募集運動の中心となり、1940年末までには、一定数の外国人が武装親衛隊へ志願した。こうして、募集初期に集まった、デンマーク、ノルウェー出身の義勇兵は主に SS 連隊、ノルトラントンに配属され、オランダ、ベルギー出身の義勇兵は主に SS 連隊、 ベストラントに配属された。このニコ連隊は、ビーキング師団の機関となった。1941年4月3日、ノルトラント及び、ベストラント連隊とは別の新たな SS 義勇連隊、ノルトベストの創設命令が下った。この連隊は主に、オランダ及び、フランダース出身の義勇兵によって構成され、5月21日の時点で、約600名が所属していた。 フラマン人義勇兵は、ノルトベスト連隊の第一、第六、第八中隊に割り当てられ、ドイツのハンブルクにおいて、基本訓練に従事した。その後、彼らは、さらなる訓練のために、ポーランドのラドムとデビカへ送られた。しかし、1941年7月に、SS 義勇連隊、ノルトベストは、解体され、所属のオランダ人義勇兵とフラマン人義勇兵は、 それぞれ別の部隊に統合されることになり、フラマン人義勇兵たちは、SS 義勇部隊、フランダーンに配属された。約1000名の将兵を有する、この義勇部隊の下級将校の半数は、フラマン人であったが、可視官のほとんどは、ドイツ人であった。1941年10月の時点における、この義勇部隊の戦闘序列は次の通り。SS 義勇部隊。 フランダーン部総信衛隊の訓練と並行して部隊のフラーマン人将校たちはドイツ国防軍の将校教育課程を履修した。また何名かのフラーマン人義勇兵はドイツのブラウンシュバイクにおいて可視化教育を受けた。この訓練期間中部隊内ではドイツ人教官からフラーマン人義勇兵に対する侮辱や高圧的な仕打ちが問題となっており その確認のため、ベルギー、北フランス新兵隊及び、警察高級指導者とフランダースのファシスト政党、VNV から特使が派遣された。彼らは、部隊の実態を確認した後、新兵隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーに対して、抗議文を提出した。その結果、ヒムラーは、フランダーアン部隊に勤務するすべてのドイツ人将兵に対して、 フランダース文化の学習を命じ、また、フラマン人に対する偏見と、高圧的な仕打ちを禁じた。1941年10月、東プロイセンのエアレスにおいて、フランダーアン部隊と共に訓練を行っていた、義勇部隊、ニーダーランデの指揮官、オット・ーライヒエ・スエス大佐が、フランダーアン部隊を越兵し、部隊の戦闘準備が整ったと判断した。 1941年11月10日、義勇部隊、フランダーンは、ビルヘルム・フォン・レープ元帥のドイツ北方軍集団に、配属され、ノブ・ゴロド近郊の戦線に送られた。1941年11月13日、義勇部隊、フランダーンの将兵はロシアに足を踏み入れた。現地において、フランダーン部隊は、第 2SS 不評旅団に配属され、23日には、 戦闘準備を命じられた。翌日、フランダーン部隊の正体が前線に配置されたが、戦闘はビビたるものであった。12月3日には、新兵が到着したものの、フランダーン部隊の担当戦区において戦闘らしい。戦闘はなく、12月6日、フランダーン部隊は陸軍部隊と交代して、ラトビアに一時帰還した。この短い休息の間、 義勇部隊、フランダーンの将兵は自分たちのエリショについて話し合った。SS 義勇連隊、ノルトベスト出身の何名かの古参兵は、フランダースの三脚型スワス地下をかたどったエリショを希望し、新兵たちは SS ルーンのエリショを希望した。前者の希望したエリショは、フラマン人部隊の象徴であり、フラマン人のナショナリズムの公用に効果的だった。 一方、後者の希望した SS ルーンは、ドイツのエリート部隊の象徴であった。議論に議論を重ね、最終的に部隊の将兵が着用するエリーショーは、SS ルーンとの決定がなされた。しかしこの決定にもかかわらず、このテーマは、部隊の全将兵の間で、議論の種となり続けた。1941年12月、東部戦線における、 ドイツ軍の攻勢が完全に停止すると、スターリンはドイツ軍に対する反撃を決定した。ロシア北部における反撃作戦は、ドイツ軍がソビエト赤軍に対して言ったように、ソビエト赤軍がドイツ軍の平らを断ち、その後包囲殲滅するというものであった。この作戦を委ねられたアンドレイウラソフ将軍と彼の軍は、 ノブ・ゴロドから出陣してボルホフ川とその周囲の沼地を越え、バルト海まで進撃して、ドイツ北方軍集団の大路を立つ予定であった。1942年1月、ソビエト赤軍は、ドイツ軍に対する陶器反撃作戦を開始した。これによって1月9日には、義勇部隊、フランダーンに対する前線復帰命令が下り、前線に戻った。 フランダーン部隊はコップッツイ村において初の本格的な戦闘を経験した。摂氏40.0度に達する極寒の気温の中、彼らは強力なソビエト赤軍部隊と白兵戦を繰り広げ村の奪還に成功した。1月21日、VNV の準軍事組織黒い旅団の指導者で義勇部隊フランダーン第二中隊の小隊長、 レーモンド・トレナーレ・スエス・シは最前線の状況を確認していた。その時、遊軍である青師団の砲兵部隊がソビエト赤軍に対して放った砲弾が彼の周囲に降り注いだ。トレナーレ・スエス・シはこの遊軍の砲撃を生き延びることができず、彼は東部戦線で戦死した最初のフラマン人将校となった。この頃、国防軍軍法は 東部戦線で勇敢な働きをした部隊の称賛に時間を割いていたが、その多くの部隊の中には、義勇部隊、フランダーンも含まれていた。1942年2月4日、義勇部隊、フランダーンは、コップツィ村から引き上げられ、休養と再編成に入った。これまでの戦いによる部隊の人的損害は200名に達していたが、その一方で、 第2中隊と第4中隊は合計で約700名の敵兵の死体を確認していた。2月14日、フランダーン部隊は再び前線へ復帰した。2月末に至って、ソビエト赤軍による攻撃が段階的に収まると、ドイツ軍は攻撃に転じて突出したソビエト赤軍の包囲を試みた。義勇部隊、フランダーンも数ヶ月間にわたって、 ソビエト赤軍包囲の任務に加わり、5月21日には、ドイツ軍によるソビエト赤軍の包囲が完成した。部隊は翌月まで包囲の縮小行動に参加したが、1942年6月27日、休養と再編成のために、前線より引き抜かれた。その後、部隊は2ヶ月間を予備として過ごした後、ラドガコ南西の戦線に配置された。 彼らはそこで、レニングラードの包囲を解こうとするソビエト赤軍の攻撃に直面し、1943年に至るまで、戦線の防衛任務に当たった。1943年3月31日、消耗した部隊は、デビカの SS 訓練施設へ引き上げられ、解体と再編成を命じられた。 1943年3月31日、舞台舞台、フランダーンは SS ギ突撃旅団、ランゲマルクとして再編成された。ランゲマルクという名称は、第一次世界大戦中に、ベルギーのランゲマルク村で、ドイツ軍の学生志願兵たちが突撃の果てに、全滅した出来事に由来していた。ドイツ人はこの名称を愛国的美談もしくは、 ドイツとフランダースとの関連の象徴と捉えていたが、フラマン人にとっては自国を侵略した者たちに関する名称でしかなかった。1943年5月31日、旅団の指揮官として、コンラート・シェロインク・ ss 少佐が着任し、10月22日に、旅団は、第 6SS 牛突撃旅団、ランゲマルクと解消された。 この頃における旅団の戦闘序列は以下の通り。第 6SS 義勇突撃旅団、ランゲマルクこの頃、旅団は義勇部隊、フランデルンの古参兵及び新たに集まったフラマン人義勇兵、ドイツ人の将校、カッシカン、兵からなっており、1943年12月31日の時点で旅団に所属する将兵は2022名を数えた。 1943年12月26日、第 6SS 義勇突撃旅団、ランゲマルクは、ドイツ南方軍集団の所属となり、ウクライナ戦線へ送られ、第 2SS 装甲士団、ダスライヒと連携して、キエフジトーミルで、激しい防衛戦を行った。1944年1月、ランゲマルク旅団は、ジトーミルで、ダスライヒの戦闘団と共に、 ソビエト赤軍に包囲された。彼らは最終的に包囲突破に成功したものの、包囲中の激戦で、将兵、重装備、車両の大多数を喪失した。3月初旬の時点で、ランゲマルク旅団の戦闘可能兵力は約400名のみであり、4月末、旅団は再編成のために、ボヘミアへ移動した。1944年4月、 ボヘミアにおいて、ランゲマルク・旅団は、再編成に着手した。新たに加わった、義勇兵や負傷から復帰した将兵が集まり、やがて旅団の兵力は、約1700名に回復した。旅団が再編成のためにノべツへ到着してから約2ヶ月後、旅団長、シェロンク・ ss 少佐のもとに、一個増強大隊をナる場へ派遣せよとの命令が通達された。 フラマン人義ン遊兵たちは、再び最前線の穴を作ろうために呼び集められたが、今回の配属先は、フェリックス・シュタイナー SS 大将を率いる、大ファイス総合軍団であった。シェロンク SS 少佐はその年の初旬に、ウクライナで負った傷から回復中であり、なおかつ再編成中のリオ団を監督するため、自ら大隊を率いて、ナルバへ向かうことはできなかった。そこで、 シェロンクは、ビルヘルム・レーマン SS 隊の大愛大隊を、前線へ送ることにした。1944年7月19日、レーマン戦闘団として増強された、ランゲマルク旅団大愛大隊は、チェコスロバキアのベネシャウから、列車で出発し、7月24日には大ファイス、総攻軍団の司令部が置かれているエストニアのトイラに、到着した。レーマン戦闘団の編成は、 以下の通り。レーマン戦闘団フラマン人義勇兵たちが前線へ向かうま、20個師団を有するソビエト第3バルト軍は、エストニアのフンガーベルク及びリーギーを占領していた。ナルバ製方の防衛戦、タンネンベルク戦周辺のドイツ軍部隊は、間もなく来襲するであろう、ソビエト赤軍に備え始めた。タンネンベルク戦は3つの重要な丘を支えとしており、 西から東へ、高知69.9またの名を、愛の丘、敵弾兵の丘、古事院の丘と称されていた。7月25日夜に前線に到着した、レーマン戦闘団は、古事院の丘に布陣するよう命じられた。彼らの右翼は、第 11SS 牛装甲敵弾兵士団、ノルトラントが担当し、左翼は、 第 4SS 義勇総合的弾兵両団、メーデルラントが担当していた。レーマン SS 隊は戦闘団式揮所個人員の丘東側斜面に設置し、対戦車砲招待の対戦車砲三門を、丘のふもとに布陣した各中隊に一門ずつ配置した。1944年7月26日、レーマン戦闘団のフラマン人義勇兵たちは、ナルバの戦いにおいて、初めて、 ソビエト赤軍と交戦したが、最先は良くなかった。敵の最初の攻撃によって第一中隊長、数因年 SS 将尉が戦死し、また、敵に露覚されることを防ぐために第一対戦車砲を爆砕しようとした一番包丁、デルトドホーランダー SS 軍曹は、爆薬の起爆操作を誤って対戦車砲ごと爆発した。 レーマン戦闘団が中隊長一名と対戦車砲一門を失った後、ソビエト赤軍は児院の丘に対して猛烈な砲撃を浴びせた。この砲撃の最中、戦闘団の指揮後に砲弾が直撃して、多くの伝令と衛星兵が死傷し、指揮官のレーマン SS 隊員も負傷して野戦病院へ送られた。さらに、 個人員の丘のふもとの残豪では、第2中隊長ファン、モル・エス・エス・ショーイとその後任のファン・ボッケル・エス・エス・ショーイが戦死した。第3中隊長のゲオルク・ドハーゼ・エス・エス・ショーイも、軽傷を負ったが、彼は前線に止まった。その後、レーマン・エス・エス隊員から通達された命令により、21歳の、ドハーゼ・エス・エス・ショーイが、 戦闘団の指揮を引き継いだ。この時、以来、タンネンベルク戦のフラマン人義勇兵の戦闘団は、レーマン戦闘団改め、ドハーゼ戦闘団として知られるようになった。戦闘二日目、各地で戦闘は続いていたが、タンネンベルク戦の、コジインの丘は、ドハーゼ戦闘団が、敵弾兵の丘と、高知69.9は、第 20SS 武装敵弾兵士団と、 第 11SS 牛走行的弾兵士団、ノルトラント第 11SS 公兵大隊の2個中隊が、南部の森の端は、第 23SS 走行的弾兵連隊、ノルゲが確保していた。この日、エドアルトレーブ SS 軍曹が包丁を務める、第2追戦車砲は修理のために、後方へ懸引されたが、二度と戻ってくることはなかった。ドハーゼ戦闘団は、 またしても対戦車砲一門を失い、対戦車砲兵は、不評として、各中隊に編入された。戦闘団に残っている対戦車砲は、イエフ・フロータース・ SS 軍曹が砲長を務め、レミッシュライネン・ SS 上等兵が一番砲手を務める、第三追戦車砲のみであった。同日の終盤、ソビエト赤軍は、新たな大規模攻勢を開始した。 ドハーゼ戦闘団のフラマン人義勇兵たちは、前線陣地を守り続けたが、白兵戦の末に、敵団兵の丘まで交代を余儀なくされた。この時点で戦闘団の将兵の多くが戦死するか、負傷していた。1944年7月28日、ソビエト赤軍レニングラード方面軍司令官、レオニード・ゴボロフ将軍は11個不評師団、6個。 戦車旅団をもって、タンレンベルク戦への攻撃を開始した。これに対し第 20SS 武装的弾兵士団は、個人の丘の奪還を試み、第 23SS 装甲的弾兵連隊、モルゲは、新たな反撃の用意をした。しかし、モルゲ連隊の攻撃は、ソビエト赤軍の砲撃によって阻まれ、第 20SS 武装的弾兵士団も白兵戦の、末に、 敵弾兵の丘へ交代した。午前10時、ソビエト赤軍は、ドハーゼ戦闘団が布陣している、敵弾兵の丘への攻撃を開始した。大量のソ連軍戦車が押し寄せる中、戦闘団唯一の対戦車砲の包丁、フロータース SS 軍曹は、陣地から退くなと叫び、彼の一番砲手レミッシュ来年 SS 上等兵は4両の敵戦車を撃破した。 残りのソビエト赤軍戦車はフロータースの対戦車砲に照準を定めたが、ドイツ軍のあらゆる火砲の攻撃を受け、後退を開始した。フロータースの対戦車砲は未だに無傷のままであり、続けて敵不評の来襲を警戒した。その後も戦闘機や艦砲射撃を伴ったソビエト赤軍は波のように攻撃を続けたが、 フロータースとシュライネンの対戦車砲はさらに5両の T-34 戦車を撃破した。彼らの対戦車砲の周囲は T-34、戦車や艦艇が放った砲弾によるクレーターが多く、できていた。その後、ドイツ軍のネーベルベルファー部隊の援護によって、ドハーゼ戦闘団はわずかながらの休息を得た。しかし、フロータースの対戦車砲が休憩に入る直前、 ソビエト赤軍は新たな攻撃を開始した。この戦闘の早い段階で一番砲手レミシュライネンが肩を負傷したため、包丁のフロータース SS 軍装は衛星兵を呼びに後方へ下がり、すぐに衛星兵と数名の兵を連れて戻ってきた。しかし、対戦車砲まであと数メートルという地点で彼らは全員的の艦砲射撃によって吹き飛んだ。 シュライネン以外の対戦車砲兵2名も負傷したほか、硫酸弾の破片によって、シュライネンは再度負傷した。今や包丁と包守の役割を一人でこなさざるを得なくなった。シュライネンは対戦車砲を現在の陣地から500メートル離れた場所へ移動させた。シュライネンが対戦車砲の移動を完了した時、元の陣地はソビエト赤軍の艦砲射撃によって、 完全に破壊された。そして、新たに30両の T-34 戦車と4両のスターリニエ戦車が来襲した。シュライネンは対戦車砲の装填、照準、発射を一人で行い、即座に T-34 の一両を炎上させた。ソビエト赤軍戦車部隊は、シュライネンの対戦車砲がまだ生きていることを予測していなかった。 主来年はさらに3両の T-34 戦車と、スターリン戦車3両を撃破した。その後に起きた出来事を、戦闘団指揮官のゲオルク・ドハーゼは次のように述べている。主来年は撃破された対戦車砲から20メートルほど吹き飛ばされ、負傷して地面に横たわった。その後3日間にわたって、ソビエト赤軍の進軍は続けられたが、 主来年は戦死者としてその場に放置されていた。7月28日夕告、第 23SS 総攻撃弾兵連隊、ノルゲ第5、第6中隊、第 24SS 総攻撃弾兵連隊、ダンマルク第6、第7中隊、そして、ドハーゼ戦闘団の残余は、ノルゲ連隊第2大隊長、ジークフリートシャイベ s S 少佐のもとに呼び集められ、 個ンの丘に対する反撃作戦に投入された。彼らは敵団兵の丘南部斜面で準備を整え、北東部斜面から個ンの丘への攻撃を開始した。しかし、ソビエト赤軍の王者によって、ゲホルク・ドハーゼ・ス s ス商用、はじめ多くの将兵が負傷し、作戦は失敗に終わった。これが個ンの丘を奪還する最後の試みであった。 1944年7月29日、ソビエト赤軍レニングラード方面軍司令官、レオニード・ゴボロフ将軍の攻撃は最終段階に入った。ソビエト赤軍の野戦砲は敵弾兵の丘及び高地69.9に砲弾を浴びせ、ソビエト空軍の攻撃機は地上で動く、あらゆるものを攻撃し、爆撃機は戦場全体を爆撃した。 百両を超すソビエト赤軍戦車は損害に構わず、ドイツ軍陣地への進撃を続けた。ノルゲ連隊第2大隊、ドハーゼ戦闘団、第 20SS 武装的弾兵士団の生存者は、小グループに分かれ、相互の連絡も一切の命令もなく、戦闘を続けていた。前線のあらゆる場所が炎上する状況の中、第 11SS 義勇総的弾兵師団、 ノルトラントのパウル・アルベルト・カウシュ・少佐が率いる第 11SS 戦車大隊ヘルマン・フォン・ザルサ所属の戦車と突撃砲は進出したソビエト赤軍戦車を次々と撃破してソビエト赤軍を後退に追い込んだこの攻撃の最中第 11SS 戦車大隊ヘルマン・フォン・ザルサの将兵は負傷したレミシュライネンと彼の撃破された対戦車砲 そしてその対戦車砲の前に行きされた12両近くのソビエト赤軍戦車を発見した。主来年自身はカウシュエス少佐の指揮戦車の乗員に発見され、トイラの野戦病院まで運ばれた。その後、これ以上の前進が不可能と判断した。ソビエト赤軍は陣地を放棄し、交代を開始した。タンネンベルク戦をめぐる攻防戦はドイツ軍。 ソビエト赤軍双方に、甚大な損害をもたらした。この4日間で、ソビエト赤軍は113両の戦車を失った。一方、この戦闘で、約50名のフラマン人義勇兵が、ソビエト赤軍の捕虜となったが、18年間のグラーグ、生活を経た後の1962年5月、生きて帰国できたのは、わずか4名のみであった。ナルバ西方での激戦の後、 ドハーゼ戦闘団は、前線から引き上げられた。単独で多数の敵戦車を撃破したレミシュライネン、SS 上等兵には1944年8月3日付で一級鉄十字章と、戦勝賞金を授与された。その10日後の1944年8月13日、大ファイス総甲軍団司令官、フェリックス・シュタイナー SS 大将は、シュライネンの名を、 ドイツ陸軍名館に推薦した。この推薦は1944年8月28日に公式認定されたが、後に、騎士鉄十字章の受章推薦へ変更された。そして1944年9月21日、主来年は騎士鉄十字章を授与され、合わせて SS 軍装に飛び級章子にした。 1944年秋の時点で、ベルギーには、連合軍が進撃しており、ベルギー国内のファシストたちはドイツへ逃げ込んでいた。そのため、第 6SS 義勇突撃旅団、ランゲマルク及び、第 5SS 義勇突撃旅団バロニエンは1944年10月18日、師団へと拡充されることとなった。第 6SS 義勇突撃旅団ランゲマルクは、 第 27SS 義勇敵弾兵士団ランゲマルクへと解消されることとなった。しかし、ベルギーを逃亡したフラマン人が編入されたことにより、士団にはかなりの訓練が必要な状態であった。結局、1945年1月1日まで、士団は戦線に戻る準備ができていなかった。ランゲマルクは、再び大ファイス総甲軍団に所属されたが、 それを主幹として編成された第 11SS 装甲軍への所属となり、オーデル川下流付近のシュテッティンに配備された。2月16日、師団はゾンネベンで作戦への参加を命じられた。初期の成功にもかかわらず、先方のノルトラント、ランゲマルク、バロニエンがアルンスワルデに到着すると、戦いは泥沼特化した。 激しいソビエト赤軍による攻撃は部隊を包囲する可能性が発生しており、シュタイナーは一般市民を避難させると作戦を停止、スタルガルとシュテッティンへの退却を命じた。3月1日に行われたソビエト赤軍による攻撃は第3装甲軍団及びランゲマルクを押し戻した。絶望的な撤退戦において、 大ファイス装甲軍団とランゲマルクはソビエト赤軍に多大な損害を負わせ3月4日までに師団はオーデル川東岸最後の防衛線アルトダムへ退却したそれから2週間ランゲマルクと残存部隊はアルトダムを保持し続けたが多大な損害を被った19日大損害を負った師団はオーデル川西岸へ撤退し ランゲマルクは全滅の危機と戦っていた。その後、戦闘団と化したランゲマルクはメクレンブルクへ撤退、1945年5月8日、ソビエト赤軍に降伏した。ありがとうございます。